なら。すいません、何回もズレズレで。タワーのお礼明日させてください。ほんまごめん。こんばんは。本当にごめん。なんか今日いつも以上に美しいんじゃけど、メイクさんがメイクしてくださったので、多分それで違うの、いつもと。キャンキャンルーム見ました、ありがとう。楽しかった。こんばんは。さっきホテル着いて、ババッとご飯食べて、今からオールナイト日本クロスに行ってきます。あのお部屋初めてではなかったです。千日記念配信とかもあそこでやった。これからオールナイト結構忙しいよね。キャンキャンルーム可愛すぎました、嬉しい、ありがとう。本当にごめん、皆さん本当にごめん。ズレズレで、体調は全然大丈夫。15分経ったらちょっとパッと切ります。なんで謝るの、昨日明日ショールームのタワーのお礼するねって言ったのに、今日は明日って言ってるから、明日詐欺してごめんって。明日は絶対にできます。こんばんは。七並べのお礼はもうちょっとあと広島でやりたいんですよね、ごめん。今日は誕生日なので祝ってもらえませんか。ゆうさくさんお誕生日おめでとう、おめでとうございます。明日はね、明日って何、金曜日か。お昼に配信するかも、わかんない、朝にするかもしれん、夜になるかもしれん。趣味でいつもより濃い、メイクさんが塗ってくださったマットだったからかな。オールナイトニッポン何時まで、24時から始まるので、アフタートークとかもあるので結構です。25時4分まで。勝力の決勝、そうですよ、私も応援しに行きます。ラジオ今日的な、今日みたいな明日みたいな今日、透明感すごかった、本当嬉しい。こんばんは。アリちゃんみちみち緊張ほぐすよ、私でほぐれるの？かわいい。ほぐれそうな顔しとこ。めっちゃおしゃれ女子な感じで可愛かったね。こんばんは。忙しい感じがある。
あ皆さんがいらっしゃる時にいらっしゃる方のお礼をさせていただきます。ね、こうなっちゃうから当日にお礼した方がいいんだよね本当は。ごめんね、気持ちいい感じでしたよ。キャンキャン嬉しい。まつげバッチリね。全然眠くない。お洋服は何の指定もなかったです。あ、でも女子会、女子会がテーマで向こうの方が用意してくださった。こんばんは。こんばんはって言ってくれた。あれ言ってなかった。あ、知ら。忙しいとなんだか楽しくなりますよね。やっぱ今忙しい、今忙しい、売れっ子みたいって思いながら今日々過ごしております。昨日も今日も3個あったけんね、お仕事。1日に5個お仕事入ったら忙しいってなる。こんばんは。忙しい、忙しいぜってなるそう、わ見て歯の白さが、歯白くしてるから。ポジティブに捉えられるの羨ましい。そうなんや。まあまあ基本ポジティブなんですよ。白目は変わってない。あっちこっち移動して多忙ですから、ゆっくり休んで回復して。ありがとう。こんばんは。さっきの洋服と髪型可愛かったね。髪型は一緒じゃけどね。今ポジティブなのが人生楽しい。まあね、なんかでもなんか最近思うのは、舞台ってさ、そのたくさんさ、あの稽古を重ねてさ本番に入るじゃないですか。稽古期間中はさ本当になんて言ったらいいんですかね、こう突き詰めていかないといけない、その準備期間じゃないけどさ、本番に向けてのね。で大変だけど、本番入ったらもうさ、本番で成長もできると思うけど、その出来上がっているものをお届けするっていう期間じゃないですか。だから2公演とかあってもさ、もう出来上がってるものをお届けだからさ、その今日とか昨日みたいに一からこう作る、一からやっていくお仕事がたくさんあるのとさ、14公演疲れるでしょうって言われるけど、なんかそういう概念の違いがあるんだなと思って。別にどっちも疲れないんですけど私はね。こんばんは。私が舞台の手を抜くなと言ったのどう感じましたか
抜くわけないやんって思った言われなくてもって思ってました。毎回違うところがあって楽しめたね。そこが面白いとこですよね。横に何があるの？横？時計がある。ここまた STU でもそういうフィッシュアミティーズみたいな舞台してよね。したいねって言ってくださってるんですけど、やりたいよね。やっぱみんなすごい、経験すると成長するから、場って大事だよなって思いました。経験する場って。こんばんは。ひな祭りの面白いエピソード一生懸命考えてましたが思いつきませんでした。すいません。むずいよね。普段着もそんなにフリフリなんだ。いや私さ、今日のショールームが私服だと思っとったんよ。したら私服じゃなかったんよ。そう、あの用意してくださってて、でも私服だと思っちゃったけん買っちゃって。でもオールナイトニッポンスマッシュで配信があって、お話ししてるところも配信で見えるのでちょうどいいし、そう着ていこうって思って。かわいいよなこれ。今日の髪型似合ってて良き。本当？メイクさんがしてくださった。なんかね、韓国のアイドルさんの髪型らしい。やっぱアップっていいなって思った。メイクは何分ぐらいかかったの？なんかね、ちょっと押してて、メイク、顔と髪両方合わせて30分ぐらいでメイクさんがしてくださった。すごいよね。うん、もうちょいで15分経つよねきっと。やばいやばい、わやばいわ、もう集合時間だ。こんばんは。荷物の整理しなきゃ。歯ブラシ持っていこう。今日はみちの日？ 3 月2日。確かに私の日やん。数が主になったらね、終わるよ私の日。どうする？エラワングランプリすごかった。嬉しい、ありがとう。昨日ミーの日で今日ミチの日。確かに明日はヒナの日。ではでは、オールナイトニッポンクロスで
お会いしましょう皆様。13位高優さん、12位ブルーさん、11位余裕よのよさん、10位長谷川さん、9位エリックさん、8位キミさん、7位エムケンさん、6位シロワニスカイさん、5位ギルスさん、4位フーさん、3位ホジさん、2位ツボユウスケさん、そして1位はトゥルルルンチちゃん、なっかんさんでした。ありがとう。ラッキーナンバー22、トゥルルルンチちゃん、なっちゃんさんでした。ありがとう。楽しみ、24時以降ってね、24時以降っていいよね。それではまた、バイバーイ。またこう。